たんだい、そんなに慌てて。ちょっとね。どうしたの？なんだかぼんやりしてたみたいだけど。いや、今日は朝から不思議な気分なんだ。なんだか胸がドキドキして。おお、それってもしかして恋の予感ってやつじゃないの？やだな、そんなことないよ。でもいいな、私にはそんなの全然ないよ。何言ってんだ、ウサギちゃんにはマモルさんがいるじゃないか。やだや。マモちゃん、ウサギ、メイちゃん、ミナコちゃん。特訓？今日これから？そうなのよ、急に。勝手だと思わない？だからアルテミスの奇跡のグランプリでサボっちゃおうなんて話したのよ。でもすんちゃん、アミちゃんも誘ってあげなきゃ。アミちゃんか、そういえばさっき会ったけど図書室に行くとか言ってたな。じゃあまだ学校にいるのね。それじゃ話は早いわ。戻ってアミちゃんも誘いましょ。どうしたの？いや、ちょっとそれは困る。だからその何よ、何隠してんのよ。いやだ、ウサギちゃん、校門のとこでナルちゃんを見かけたけど、あれってウサギちゃんを待ってたんじゃないの？どうやらそれに関係ありそう。海野となるちゃんの中がそこまで進んでなかったとは、これは問題だわね。協力してあげたいのは山々だけど、こいつ何しでかすかわからないところあるからね。うわーっと、うさぎさん、どうしたんですか？しょうがないわね。じゃあこうしなさい。ふむふむふむ、こしょこしょこしょ。うさぎさん、いいですね。それ行きましょう。なーに、この愛のキューピッドウサギちゃんにかかればザザッとこんなもんや。泥船に乗ったつもりで任せなさいって。なんだか沈んじゃいそうですね。
ウサギさん、ご協力ありがとうございます。今こそ海のは男になります。立ってみせ、いや、なってみせます。今日こそ僕はなるちゃんと一緒に帰ってみせる。があるとかで悪いけど先に帰っててくれって言ってましたよ。海野じゃない、それ本当？え、本当ですよ。この目を見てください。これが嘘を言ってる目に見えますか？それでですね、代わりと言ってなんですが、
ったわよ。果たしても真の平和の世界が来るまで戦い続けなきゃいけない運命なのね。それが私の運命なのね。ウサギちゃん、天使の使命というものをどう捉えているんだ。みなこ、それすら伝えていないのか。だってさ、ほら、あのほら、気のせいってことが。みなこ、実はね、昨日の晩、ルナとアルテミスの怪しいエナジーを感じたらしいの。それだけじゃないわ。そのエナジーを発して妖魔によく似たエナジーだった。いや、妖魔そのものと言った方がいいかもしれない。妖魔？でしょでしょ。みなこ、とにかく気のせいにしても用心するに越したことはない。みんな少したるんでるようだから、今日はピシピシ行くぞ、みんな。
信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともありえるわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ、なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。人髄賞を狙ってるやつがいるって私に教えるために。もし偽物だとしてもナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。ねえ、マコちゃんとミナコちゃんはどう思う？どうって、私はそのネフライトってのと会ったことないからどんなやつかわからないし。そもその人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり新たに人髄賞を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王をよみがえらせ自らの配下に置いた。今のところそいつの正体は不明。人髄賞を使って何をしようとしているのかもしれない。ウサギちゃんがセーラームーンであることを知っているネフライトはそのことをいち早く知らせようと命がけで組織を抜け出した。ナルちゃんの意見もあるし、ネフライトはもう十分に配信したんじゃないか。と言いたいんでさ、ウサギちゃんは。無理なのよ。よくわかったね。まあ、気合が長いからね。とにかく、話ができすぎているわ。信用できない。レインちゃん！どっちにしても、その人は今、ナルちゃんのところにいるんでしょ？敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一の備えては借りが必要ね。なんで信用してあげられないの？アミちゃん、レイちゃん、揃って、どうしてあんなに疑り深いのよ。よっ、どうした？機嫌悪そうだな。マモちゃん、どうして何も喋ってくれないんですか？もう二度と会えないと思ってた。あ、なんだありゃ。マモちゃん、隠れて。どうしたんですか？いいから早く、ナルちゃんの家の前に誰かいるのよ。敵かもしれないわ。なんだ、海野じゃない。うーみな。うわっ！
海野、あんたこんなところで何やってるの？そうそう、なるちゃんのうちに今謎の微生年が厄介になってるの知ってます？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。僕の情報収集力を侮ってもらっては。なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。そんな、僕は覗くなんてとんでもない。そうなのね。あんたも男ならコソコソしないで正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。そんな心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。すまない、また君を巻き込んでしまった。いいんです。あのこうして生き返って君と話しているとは。もう二度と会わないつもりだった。もう二度と。その方が君のためだ。そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。あれ、はい。なぜ死んだはずの男がここに。クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前にあったのかフクシードか。
私は。どうした？答えられないのか？タキシード仮面。ブラッディオ・パール。真紅に輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り、死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたという。ならば、誰が何の目的でお前を蘇らせた？蘇ったのはこれだけではない。ジェダイ、ゾイス、クンツァイ、そしてクイーンテイ。ファストワイズ、奴は自らをそう名乗った。奴の狙いは銀髄者。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だった。ファストワイズマンが銀髄石を使って何をしようとしているのか、残念ながら俺には分からない。配下に収まったクイーンベリルはダークキングダムの最高と銀髄石のダッシュをかけて大掛かりな作戦を企てている。それを知らせに。大変！ネフライト、大丈夫？マモちゃん、早くナルちゃんを。そうだな。しっかりして、ネフライト。じゃあ、お大事に。ありがとう、サリー。それじゃあ、僕はここで。私にこういう役が回ってくんのよね。まあみんな女の子だし学校だってあるし、見張りなんてのは確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。でも退屈。やっぱりウサギちゃんの言う通り、ネフライトは本物で改心もしたのかしら。言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです、プリンス。なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ？監視されているだと？わからないのか？あいつは我々を利用しようとしているのだぞ。
ショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。あれは大変。ああ、なんだこんな夜中に。ウサギちゃん大変よ。ナルちゃんの家に敵が現れたわ。飛ぶって。寝ぼけてないで。ナルちゃんとデフライトが危ないのよ。なんでそれを早く言わないのや。初めから言ってるわよ。私がこの場所を知ってること忘れたの。相変わらずその子にご執心なのね。貴様ら。デフライト様。裏切り者は死をもって償ってもらうところだ。カットワインズマンの命令だ。一緒に来てもらう。ナルちゃん逃げるんだ。いいわ。黒水晶を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいてあげる。いや、やめて。デフライト様を離して。どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだからさ。全てのエナジーを私たちに捧げる。貴様ら、まさかすでに。待ちなさい。どこの誰だか知らないけれど、その人を話しなさい。美少女戦士セーラームーン。同じくセーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラービーナス。月に変わっておしおきよ。貴様らのお遊戯に付き合っている暇はない。ほとんどない。みんな騙されちゃダメ。幻覚よ。もう遅い。さらばだセーラー戦士たち。ごきげんよう。セーラー戦士、水玉の扉だ。水玉の扉に気をつけ。ないものを見てしまった。もうすぐ、もうすぐ我らの長き不遇の時代は今宵終わりを告げる。偉大なる覇王デス・ファントムよ、我らを導きたまえ。
首尾よく言ったようだな。セーラー戦士の邪魔は入りましたが、抜かりはありません。ろくに使いこなすこともできなかった男には無用の長物よ。それは貴様とて同じだ。黒水晶の力をフルに引き出すことは俺はもとより貴様にもできん。それができるのは減らず口が叩けるのも今のうちだ。二度とその口聞けぬようにしてくれるわ。やめろやめうわやめろ。あれが新しい敵なわけ。実はウサギちゃんに聞いたんだけど、神社を飛び出していったウサギちゃんはあの後途中で会ったマモルさんや海野くんと一緒にネフライトのお見舞いに行ったそうなの。死者を蘇らせる力をナトマンとラスティオパーティー、それを手にした謎の人物ファストワイズマン、ベリルたちを蘇らせた人物はこいつだったわけ。どうやら敵は本格的に動き出したようだ。何に使うかは知らないが、銀髄将が狙われていることには変わりがない。一瞬たりとも油断はできないぞ。みんな心して構えてくれ。ごめん、ウサギ。ネフライトのこと悪かったわ。元気出しなよ、ウサギちゃん。ネフライトはきっと無事さ。マコちゃん。そうよ、ウサギ。にしてこのままじゃ済まさないわ。みんな、何？地震？何よ、何なの？この圧倒的に巨大な容器は。東京が飲み込まれていく。黒水晶よ、我が呼びかけに応え、その力を貸したまえ。この町すべてのエナジーを吸い尽くし、その力をもって我らが主を、ファストワイズマンをこの地に呼び寄せたまえ。
すべての人間に次ぐ。今よりこの町を我らが支配下に置く。我らの名はダークキングダム。特殊な結界に封じ込めたのよ。特殊な結界？そう、4つのポイントを頂点とする特殊な結界。この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは4つ。大体の座標から推測すると、水玉の扉、水玉ちゃん。黒水晶の一部が欠けている。せよけ、多少不完全であっても我らの勝利に変わりはないわ。さあ、最後の仕上げにかかるぞ。セーラー戦士よ、か弱き小娘たちよ、見ているか。見ているだろうの。ご覧の通り、今やこの町は完全に我らが手に落ちた。貴様らの出る幕はない。今度こそ我らが勝利を手にするのだ。あれはでもそれじゃあまりにも張り合いがないわね。貴様らにチャンスをやろう。1時間の猶予をやる。その時間に我らが建てたモニュメントを全て打ち砕いてみせろ。ただし、できればの話だ。貴様らに地獄を見せてやろう、存分に。1時間、短すぎるわ。罠だね、これは。こっちは5人、モニュメントは5本。5本ってさっき光った場所は4箇所しかなかったよ。その通り。でもあの4本は結界を構成する単なるパーツに過ぎないわ。それらの中心となるコアが必ずある。コア？ネフライトの最後に残した言葉を思い出してみて。彼は水玉の扉に気をつけろと言い残した。水玉の扉か。水玉というのは緑柱石の一種で、つまりエメラルドのことね。扉というのは、ここではあのモニュメントで構成された手を立つんだね。なるほどなるほど。ここからが問題ね。エメラルドは通常エメラルドカットと呼ばれる逆位置の四角錐形にカットされることが多いの。そうか。ということは、さっき目測だけど大体の図表をインプットしてみたわ。これで残る一つのモニュメントの位置が導き出せるはずよ。東京タワー、アリス川公園、十番中学、そして氷川神社。最後のポイントは夢ランド地下1200メートル。これで人数分揃ったわけだ。迷ってる時間はない。みんないいわね。元よりそのつもりよ。
よーし、派手に行くわよ。オーケー、マーキュリーパワー、マーズパワー、ジプターパワー、ヴィーナスパワー、ムーンクリスタルパワー、レイアのモニュメントがあるのね。私とアルテミスが怪しい人影を見たのもここだったわ。間違いないわね。来たか。そうでなくては。よーし、やるっきゃないわね。ようこそプリンセス。いい加減その暑苦しい仮面を取ったらどう？正体はバレているのよ、クイーンベリル。おお、ちょっと見ないうちに少しは賢くなったようだな。当然、私だって少しは成長したんですからね。そうだっていいんだけど。いかにも、我が名はクイーンベリル。地獄の底より貴様の首をもらいに来た。所詮貴様とこの私とでは勝負にはなりはしない。怪我をせぬうちにおとなしく降参したらどうだ。銀髄書を差し出せばお前だけは助けてやってもいいぞ。ほう、よけたな。と観念したらどうだ。いくら強がってみても勝負は見えているぞ。何ができる。死ね。タキシード仮面、ここから先は私がお相手しよう。またお前か。エンディミオ、セーラームーンはこの私が守る。ういこたかし。タキシード仮面様、なんとかしなきゃ。みんな大丈夫だと思うけど、これ持ってって。これはセーラーマーズのお札。霊剣新たかなうちの神社の特製よ。お化け相手にゃ効果抜群。なるほどね。サキュセーラームーン。
やった結果オーライ今だチャンスを逃がすなはいムーンプリンセスハレーションうわいいのだ今さら俺たちを倒したところで状況は変わらん必要なエナジーは集め終わっているのだ偉大なる花王の復活そのお力により今こそ今度こそ我らダークキングダムが地球をこの星を支配するのだデス・ファントムファスト・ワイズマンもはやこれらモニュメントに指したる意味はない問題はファストワイズマン奴らが鍵を握っている奴を倒さぬ限り東京にかけられた呪いは消えるファストワイズマンってのはどこにいるんだ奴はデス・ファンの復活を狙っている犠牲者を渡すな渡しては危ないセーラームーン迂闊に近づくなえセーラームーンまだ私はまだ倒れるわけだダークキングダムの最高私は死ぬやっぱりセーラームーンの通信機が発信を続けているこれを辿っていけばファストワイズマン約束の銀髄賞多少の手違いはあったがここに
ハットアイズマン。ご苦労と言いたいところだが、プリンセスはまだ元気が終わりのようだ。な、この私の命がけの作戦をよくもあっさりに破ってくれたわね。あなたのファストワイズマンね、一体何者なの？阻むというのか、決して許さん。クリンベリル、なんて冷たい感情、クリンベリルの悲しみを感じる。セーラームーン、ほう、死ぬのが怖いか、プリンセス。安心しろ。その恐怖もそろそろ終わりだ。死ね！貴様ら！プリンセスから手を離しなさい！私たちは、プリンセス・セレニティを守る四守護神の戦士。
無駄だ。無駄だと言っている。なんて巨大な容器。貴様らがいくらあがこうと霊気を操る術を、このブラッディ・オパールの前では無力、無駄だと言っているのだ。倒せば倒しただけ、こいつらは死の苦しみと再生の苦痛を味わい続けるのだ。さあ、まだ契約は果たされておらん。セーラー戦士たちを血祭りにあげ、幻の銀髄章を我が元に献上するのだ。望むところだ。やめて、もうやめて。そこまでして戦わなくちゃいけないの？セーラーム、私を憐れむというのか。プリンセス、どこまでも憎々しい小娘よ。ならばその命をいただこう。クリル、クレセント。貴様の相手はこの俺だ。クレア、私が相手になってあげるよ。来な。邪魔をするな。やめて、みんなお願い、やめて。セーラームーン、それにみんな一旦引くのよ。私のところに来て。引くったってこれじゃ、どうしろって言うのよ。ここは私が引き受けよう。シドカメ、セーラームーンを頼んだぞ。でも、あのブラッディ・オパールがある限り、いくら倒してもキリがない。我らが分身黒髄将よ、今こそ我が呼びかけに応えよ。我が手に来さりて、再びその力を我に加算。こいつのエナジーは消えん。待って、そいつを使って何をしようっていうの？やめてます。違う、今のネフライトは違うわ。お願いネフライト、マモちゃん、タキシード仮面を、東京のみんなを、そしてクイーンベリルたちを救って。セーラームーン、違うのルナ、私がいけないの。あの時、銀髄章の力を解放して全てが終わった時、私の力が足りなかったの。
私の力が足りなかったから、あの人たちは暗い死の世界をさまよわなければならなかった。私たちはこうやって転生して生きているのに、あの時私の力が足りなかったから。優しいな、お前の体から計り知れない愛のエナジーを感じる。だが俺も含め奴らをファストワイズマンの呪縛から解き放つのはお前たちの役目。俺はその手助けをするに過ぎ、この黒水晶は邪黒水晶と呼ばれるものを模して地球で作られたもの。水晶、何だいそれは。ファストワイズマンが呼び出そうとしているものに関係があるらしいが、詳しいことは俺もわからん。それゆえ破壊力は邪黒水晶に遠く及ばないが、良き方向に向かうこともできる。金水晶と同じようにな。さあ行け、セーラー戦士ども、ベリルたちは俺に任せろ。倒せるのはお前たちだけだ。ありがとう、ネフライト。みんな頑張って。愛のエナジーがこいつに新たなパワーを与えてくれ。黒水晶よ、今こそ我ら4人にかけられし呪いを解き放ち、我らがマスタープリンスエンディミオンのもとへ導け。思ったより楽しませてくれたな、エンディミオン。くずく愚かな男よ。あくまでも私より月のプリンセスを選ぶとは。終わりだ。ガク！やめろ。戦いよ。プリンス、我々はもう我慢できません。月の王国のやり方はもうたくさん。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。なぜ争おうとする。いつ言いなりになったというんだ。ベリルだな。ベリルの呼び出したあいつに吹き込まれたのだな。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているんだぞ。エンディミオン様、死んだ。月の王女が死んだ。違う、我々が望んだのは、うわー、なんだこの記憶は。俺たちの前世の記憶。まさか、そんな。そうだ、俺たちは、俺たちのマスター、プリンスエンディミオンを探して転生してきた。でも、その記憶を取り戻さないうちに、またしてもあいつの手の内に落ち、そして、この身を変えられる、魔なる者に。噴水の中の様子がおかしいわ。ネフライトが言っていたのは、このことだったんだ。ネフライトは本来の記憶が戻っていたんだね。地球国のプリンスエンディミオンを守る親衛隊だった彼らが悪魔に見入られた時に悲劇を起こす。それを食いながらも彼らはどうすることもできなかったんだ。現在に転生したあの地も。思い出した、思い出したぞ。私たちの真のマスターは地球国王子プリンスエンディミオン。貴様ら、何のつもりだ。まさか私の魔力が解けたというのか。タキシード仮面、間に合って。これは黒水晶。プリンスエンディミオン、早く。ブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを。エリルは我らが封じております。黒水晶の力、銀水晶の力、
テーラー戦士たちの力、そして我らの力、すべてを叩きつけてやるのです。それができるのはプリンス、あなた、プリンセス・セレニティだけ。我らがマスター、さあお前たち、この黒随所の力を使いこなすことができる地球国のプリンスである私だけ。行こう、セーラームーン、セーラー戦士たち、私たちの全力をもってブラッディオ・パールを破壊し、アストワイズマンを倒すのだ。はい、バカな、そんなことが。マーキュリースターパワー、マーズスターパワー、ジュピタースターパワー、ヴィーナスターパワー、ムーンクリスタルパワもう元に戻ることはできないのか。マスター、お会いできてよかった。これでもう我々が現世に思い残すことは、度重なるご無礼お許しを。今度こそお二人で平和。何を見てる。ヘリ、早く止めをさせ。もう二度と私が蘇ることはない。今の私には死の世界だけが唯一を変えるべき場所。そう、早く。やめて、そんな悲しいことを言わないで。もう見てない。遠い過去のことも、今まで戦っていたこともみんな忘れて。そうだ、友達になろうよ。ね、同じ人を愛した仲間同士じゃない。にするな。また私が仲間だと。私はダークキングダムの誇り高き女王、クイーン。クイーンベリル。その優しさはどこから来るのか。お前が昔からそうだ。私はその優しさが怖かった。エンディミオンが、お前のその優しさに見せられるのが怖かった。お前のそばにいると全てを許してしまいそうになる自分が怖かった。クイーン、クイーンベリル、キッズ社、私の願いを聞いて、この人たちを、私たちのように転生させてあげてほしいの。そして、戦いのない、静かな生活を送らせてあげて。海野の家に行くのは初めて。
細いからついてこいと。いいんですかね、あたしなんかがいたら邪魔になるんじゃないの。なるちゃん、お見舞いに来てくれたんだね、嬉しいよ。そんな、エビナくん、当然のことじゃない。愛し合う二人に言葉はいらない。海野となるちゃんは熱く見つめ合い、そしてちょっとウサギ、何よそれ。あたしと海野はそんなんじゃないって言ってるでしょ。よかった、元気そうで。結局、レッスンファントムとかいうのが何だったのかわからなかったわね。でも、これでやっと本当にダークキングダムとの戦いが終わったんだもん。クイーンベリルもネフライトたちも転生して、今度は戦いのない人生をどこかで送っているんでしょうね。そうだと、いいな。やっぱり、ウサギはプリンセスなんだな。何よ、アルテミス、今さら。いや、そうじゃなくて、敵であるクイーンベリルたちの悲しみさえも感じて涙する。僕らには想像もできないくらいの愛のエナジーを彼女はあのちっちゃい体の中に秘めているんだなって。なるちゃん、なるちゃん、うさぎ、本当にそう思う？本体。まあ、なるちゃんと海野の仲もめでたくめでたくと。そういうの、雨降って地固まるっていうのよね。みなこさん、あ、あみちゃん、またどっか間違ってた？合ってるわ。おお、いやまいったね。海野くん、ダメよ、そんなキスなんて早いわ。私たちまだ中学生よ。一緒に抵抗を試みるなるちゃんだが、所詮男の子の力にはかなわないのであった。ウサギ、もういい加減にしてよ。なるちゃん、君は僕の太陽だ。待て、よ、熱いやっこりょうり。ウサギ、遠い過去も辛い風。